アクリル画で、美少女画を描いてます相良もこと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今回はどんな展覧会なんですか？あの北川作さんと二人展で、あの思い出の香りや仕草が重なり合う空間という、展示をやらせていただいてます。今回新作もじゃあ、全部で10点、この展覧会のために、10点頑張りました、相当頑張りましたねそれは、ちょっとヘトヘトな感じも、体が痛いそんな中出ていただきありがとうございます。全部の新作聞いていきたいんですけど、まずはせっかくなのでこの作品から紹介していただけたらなと、いつかっていう、あのタイトルで書いてるんですけども、私 の, あの作品の記憶っていうのをコンセプトに、あの書いているので、記憶というのはその自身の記憶ってことですか？そうです。私自身のそれぞれ人のなんかいい記憶とか、忘れたいものとか、全部が全部覚えてるわけではないと思うので、なんかそういったふとしたきっかけになんか思い出すような、それがあの香りがこの「いつか」っていうのが、タイトルにあるんですけど、いつかって花があるんですか？そうですね、なんかあの菊の別名でなんかいつの花って呼ばれてるみたいで、それがなんかやっぱり香りがとても強くて、姿が見えなくても、あ菊の花があったとか、そういうなんかどこにいてもそのなんか存在感とかがなんか消えないっていうので、なんかそれが思い出 の, その人が思い出すきっかけのなんかトリガーみたいなのに、なんか菊の花っていうのはちょっと象徴的なのでやれたらいいなと思って、その菊の花をちょっと少女に入れ込んでタイトルにしてます。この記憶ってことはもう何も知らない僕も今日初めましてですけど、過去にこんな格好されてたのかなと思って、そういうことではないコスプレをしてた、コスプレ願望はあります。ありますが、そういうこんな格好してたわけではなくて、その記憶って要するに自分がこんな格好してたから、格好とかじゃなくてもっとこう、概念的な感じなんで、でもご自身なんですか？いや、あの私自身ではないんですけども、そのモデルとかもいなくて、美少女かとか、ちょっと幼い女の子で表してます。菊をテーマにしようとなった時に、そしてそこからどうやってこのモチーフというかこの姿になっていく。そうですね、ちょっと見えづらいんですけど、ここの筆の下にちょっと筆跡が残っていて、これっていうのが意味が一応ありまして、あの記憶もその全部を先ほども言ったように覚えてる、全部が全部覚えてるわけではないので、忘れたい記憶とかも、全部がこの人生、自分が歩んできた人生が事実として残ってる、消えないものとして残ってるので、あの残りがじゃないですか。なるほど。菊の香り、残りがと自分の人生を歩んできたものを、こう重ね合わせてるわけです。ちょっと形だけ薄くの。なるほどなるほど。でそれでこのちょっと髪型もちょっと筆っぽく見えたの、これはまた別で。これは、ちょっと特徴的な髪型を描くのがちょっと個人的に好きなので、何か目が引いたらいいなと思ってやっただけです。このポージングとかも、でもなんかこの後ろ向きとかも意味あったりする。そうですね、そのやっぱ過去を振り返る、未来ではないので記憶は、なのでその前を向いてるというよりかは、後ろをこうちょっと振り向いてるポーズというか構図にしてます。これあのそのアクリル画って最初おっしゃったんですけど、見た目ちょっとこう、日本画風というかそうですね、なんかよく言われるですよ、ね、よく言われるんですけど、なんかアクリルガッシュっていう、ので描いてて、ちょっとマットな感じの質感で、薄めに描いてるので、なんか日本画のような、日本画ではないようなっていう表現にはなってるんですけども、なんか使ってる紙とか和紙で使ってたり、そういう金箔を貼ってたりしてるので、ちょっと日本画風ですね。相良さん の, あの、インスタとかもチェックしてて、作品も見てたんですけど、ちょっと昭和レトロな感じの色合いのようなというか印象だったんですけど、今回ちょっとそれとはまた別な感じはしたんですが、普段はいい意味でですよ、なんかこう今っぽくない感じというかそうですね、それは意図的にだったりするんですか？なんかそうです、なんか意図的にというか、こういったちょっと古いような昭和チック なんかレトロな感じと、日本画材は使ってないんですけど、日本画のちょっと憧れもあって、ちょっと古いような、懐かしいような女の子で描いてます。
初めて絵を見た時に思ったのは、うん、この特徴的なこう涙袋的なといいますか、うんうん、この目の下のチークみたいな、はい、これは結構特徴的だなと思うんですけど、これは初期からこういう描き方だったんですか？そうですね、でもなんかどんどんやっぱり、うん、作品を重ねるにつれ徐々に目元でのなんか印象が強くなってきました、うんうんうん、なんか初期の方がもっと薄かったと思います、うんうん、それはやっぱこう自分の考えるこう一番美人の顔、美人の顔というか、うん、こう印象的な目元にしたかったね。やっぱり目を人って見るから、うんうんうん、それでちょっと目が引くこう描きたいなって、うんうんうん、ちょっと大げさぐらいに描いた方がいいんじゃないかって、はいはいはい、それで、うん、もうこれ見たらパッと相良さんの絵だって分かりますもんね。そうですね、ちょっと名刺にしたいくらい目が名刺にしたいぐらい、なので僕は今日本人にお会いするの初めてなんですけど、はいはい、本人もこめっちゃチークでも塗ってるのかと思ってご本人はそうでもないです。 そうでもないです。ないもんでもじゃあ特別そのモデルさんがいらっしゃるってわけじゃなくてってことなんですね、うん、そうですね、うん、なんかタイトルを決めてからの、うん、なんかもう女の子のポーズが、うんうん、それがもうイメージがモデルです、うんうんうん、はい。あとやっぱこうちょっと話が戻っちゃうかもしれないですけど、うん、美人画っていうジャンルはまああるじゃないですか、はい、それと美少女っていうとなかなかこう、ね、さらにこう限定されてるというか、うん、そこはこう美人画じゃなくて美少女にこだわる理由みたいなのってあるんですか？そうですね、なんか、うん、美人画はもっとなんかこう美しい私の中でイメージはあるんですけど、うん、なんかもっと可愛く、うんうんうん、ちょっと描きたいというのと、うん、その自分の私の中で、うん、その記憶を遡って作品を描くとやっぱ10代とかの方がやっぱり一番影響を受けてる時代なので、それを表すとどうしても幼くなってしまう。その美少女画にならざるを得なかったというか。なるほど、なるほど。大体何歳ぐらいって設定は自分の中であったりするんですか？やっぱりあの学生の中学生からやっぱり高校生とか、そのぐらいです。多感な時期というか。多感な時期に。ああ、なるほど。モデルさんはいらっしゃらないって言ったんですけど、はい、もしモデルできやってくれるって言ったらやっていたりはするんですか？いやでもなんかすごく街中歩いてて、うん、可愛い子をやっぱり見てしまうね、うんうん、描いてほしいなって。描かせてほしい、描かせてほしいなって。へえ、それどういう感じの子なんですか？その、なんかやっぱりそのちょっと目がクリッとしてて、うんうんうん、ちょっと色白でとか、うん、でもショートヘアの子が好きなので、なんかショートヘアの女の子に目が行きます、うん、なるほどこの描く上で例えばあと美人が描く人とも何人かお話したことあるんですけど、うん、結構手のポーズが難しいって聞くことは結構あるんですけど、うん、手はどうですか？いや大変です、はい、なんか結構そのやっぱり手で、うん、顔だけであの描くのももちろんあるんですけど、うん、やっぱり手も入れて一緒に表現、うんしていきたいんで、うん、やっぱりたまに分からなくなったりしたらこう、うん、鏡でやっぱ自分で見ながら手はさすがに分からない、うん、なへ手が難しいです本当に、うんうん、ずれちゃうとか、あそれで、はい、でもやっぱりその手が逆に決まると、はい、もう性格もパッとその、うんバッチリハマってくる感じ。これたまたまね今その振った割には手がなかったので、はい、あの今回一番手大変だったなっていうので言うと、新作で言うとどれですか？そうですね、うん、でもこうやっぱリボンとか結んでるのとか、うん、はいはいはい、迷路という作品、はい、そう迷路って作品なんですけど、うん、それはちょっと複雑なので大変でした、うんうんうん、ちなみになぜ迷路でリボンのこれはですね、うん、私の迷ってる時期とかを表して書いてるんですけど、うんうんうん、これ来ていただいたら分かるんですけど、作品の帽子、うん、実は迷路になってまして、あ今遠くから見てるからちょっと気づかないけれども、はい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 、ちょっとスタート地点もちゃんと書いてて、あ S って書いてある、あそこがゴールなんです、ゴールなんです、はい、そこからあのゴールに向かってちゃんとあるので、もし来ていただいたらそれを見てほしいです。作品も楽しめるし迷路も楽しめる、一挙両得の作品ですそういうことになってます。じゃあ最後にですね、これから来られる皆様もいらっしゃいますので、はい、ぜひ一言いただけたらなと思います、はい、私が地方に住んでるので、うん、東京に来ることってなかなかないんですけれども、今回この展示でたくさんの方に直接お会いしてお話できたらなと思ってますので、ぜひお近くの方とかお時間のある方、明るうまでお越しいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。